どうもスパシャル TV です。お願いします。さあ今回はですね、はい、YouTube 活動としての我々の、まあ YouTuber 対談的なね、 YouTuber ですからね僕ら一応ね、なんとか、なんか言われたらそうですね、 YouTuber っていう自覚なかったみたいな最近ありましたね。ああ、まあそうですね、結構同期は僕の活動とか会社の同期は知ってるんですけど、うん、あんまりなんかみんなもそうだよね、 YouTuber っていう自覚ないよ。なんかさ、普通にスマブラで、うん、まあ結構みんなやってるし、自分も配信しようっていう感じで割と配信をしてるだけだから、うん、なんかいわゆるこうヒカキンみたい な、 なんか YouTuber っていうくくりにされると結構びっくりしたっていうのはありましたけど、あくまでも主戦場がプレイヤーだからっていう、そう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 、あ、それはありますね。で、ちなみに YouTube 皆さんいつから始めましたっていう話をちょっとしたいんですけど、じゃあ僕からまあまあ配信って言うぞ。あ、まあまあ配信、配信チャンネル解説どちらにせよチャンネル解説一番最近が、あ、そうです、僕が、今年の3月25ぐらいですね。3月末。ケプさんと俺どっちが先だったっけ。あ、こっちが先です。あ、そう、去年の9月ぐらいでしょ。8月。俺8月一緒ぐらい、7、8月ちょっと早い。あ、まあ、よく覚えてる。すいのこさんどうすか、いつからやってますか。うすか2009年あの、まだ僕ピーチを使ってた頃に僕のピーチの対戦動画とこう上げ始めたのが最初です。すげー、2009年。予想の5枚古いな10年前でしょ。スイノコピーチ対マータンピーチとか長張りリリーとかあの辺を上げてスイノコさんだけ不遇の時代が長すぎて長すぎて、ずーっとモグラみたいな生活してた地中を地中を10年やり続けてたわけじゃないでしょ。まあまあまあ間はね長かったりしました。いろいろエピソードこと書かないよね。こと書かない。なんだっけ、あのあれツイッチかなんかで配信するね。そう、桐原さんとか、スマホか、桐原さんとか、ニエゾノとかを呼んで、うん、視聴者が10人10人名だたるビッグネームをかけ集めて配信ドーンやったのに、誰も見に来ない。あとあれ、あの今だから割れましたけど、あの海外大会行くためにドネーション募ったら5ドル。そう、あのビッグハウスかなんかね、まあ、そドネーションをね、まず説明すると、しかもドネーション、ドネーションね、まああの、まあ、見てる人からお金集めて、応援してくれる、そうで、まあそれ集まったらそのお金でまあ、海外行こう。そう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 。いうのがあるんですけど。で、なんか、まあ、並んだらね、強者のリストに、次の子並んで、まあ、下の方にね、並んで。で、しかも面白いのが、あれで、俺と、あの、最後の一枠を争ったのが、カメメだったっていうね。あ、そうなんだ。そう。それはカメメだね。カメメだ。そう、カメメよ。あ、カメメさんは、もう、ドネーションの枠から外されちゃった。そう、外されちゃったみたいな。どうやら。あ、そういうことか。そう。外して、ドカーンと枠取って5ドル。いや、5ドルももらえるわけですからね。そうだよね、もらっちゃいけない、ね、ジュース5本ももらえるからね、まあ、いやでも面白かったんだよあれ、まあ、正直もう今だからこれね、まあ、まあね、そうそうそう、当時はね、当時ツイッチの配信が上とかになんかゴール0% から100%までやって、でその、まあ、満額で多分十何万とかなのかな、そうそう、多分で、こう何パーセントまで進捗みたいなんですけど、もうね、なんか極限まで細くなってた最後の一言みたいな。そしてずっと進まないよね俺もなんか毎日さ更新するんだけどさ増えないの、増えないの、ゼロから増えないで、5来た、おっ5来たって言ったら5来たわで、最後の灯火の星って感じでしたよね、うん、星輝かなかったけど、これ名乗り上げてほしいですね。知ってるんですか、誰が5ドルくれたの。いや、わかんないわかんないわかんない、いや伝説の男だよ、伝説の男だよナンバーワンファンだよ、絶対にファン1号一番大事にしなきゃいけない、絶対一番大事にしなきゃいけない、初めてのスパチャだから一番大事にしなきゃいけない。でも、すいのこさんといえばまだ風格の時代続くよね。あるある、俺結構見てますよ、3名いかないし俺のコメントだけが溜まってくる、うん、チャットの結構見た YouTube もね、なんか結構その視聴者、うん、10人とか10人なんてまだ多いよ。ってかさ思い出した、一回さ梅プラハートの飲み会で、うん、視聴者8人しかいないんだよって相談したら大体そこに立ってるから、そう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 それ俺も見てたな、そう俺見てたさ、大体それ大体集中してるお前らかよみたいなコンプリートしちゃった数少ない、そう、うん、
特大ウェブプラットフォームを使いながらものすごいアナログなこの人の集め方そうそうそうなんかさ人に言われてたよね。なんかさコメント欄が動なんか動かない不具合になってますよねコメントしたら動くのね違う違う不具合とかじゃない不具合とかじゃない違う来てないだけ来てない面白いすごいなもうちょっとさ、俺らの話もしたいんだけどさ、ね、これがね、授業会議で俺がさ叩けばね、叩くことやばいね、やばいねベッキーってのはね、何も評価されるんだよそう積み上げってのはすごいんだよすごいよで、あとやっぱ俺の中で伝説だったのが伝説しかねえよさっきから伝説の方出てくるんだよドネーションの時も言ってたこれコメント動かないもん伝説だ伝説だよいける伝説だからお前ないや俺好きなのはやっぱ一回その視聴者が伸びないってことでこれどうしたらいいかっていやそれも面白いじゃんそれだってそう、はい、はい、それ入ってるので配信で、うん、あったあった議題1が何だっけ議題1がだからなんかどうその数を増やす視聴数を増やすみたいなえなぜ伸びないのかみたいなやつあそうなぜこの人が来ないのかっていうところから始めて、うん、ものすごい辛辣なねそうそうあれ面白かったこいつねでも全員だもんアバダングさんの話もアバダングがひどかったいやあれね俺もひどかったけど全員ひどかったいや誰がって言ったら全員だあれは全員的だったもんだっていやいやあれさワイプが動かない話面白いそうそれがそう当時ウェブカメラねそのテレビの場所とかの都合上この辺からこう横に撮ってたんだけど対戦中俺の顔が微動だにしてる静止画見直してたそう画像を見直してたマジリアクション取らないんだもんそう、ね、そういろいろ言われてで、あ、そうだよねそうだよねって言ったらキュット君からお前ちゃんとメモに取れよみたいな感じでで俺がメモの画面をこっちにして一個一個こう書いていくもうあと苦痛だったもんみんなのあれ面白かったねアバダも一生無茶ぶりしてたしねそう、その一発でできないからダメなんだみたいなもうね、実況しろよみたいな実況がすごく面白いそう、なんかその流れでなんか水の子さん実況うまいじゃんみたいな感じだから実況すればいいじゃんみたいな感じあった大感染でねそう、大感染で、うん、きつかったもん、惜しい俺、これどうやってこれ収束させればそう、ゴミのような実況したのいやいやいや、面白かったないや、あの時面白かったのがそもそもでも、うん、その少ない視聴者の中でここだけ続けたのすごいって話だった、うん、数年間続け続けたな何がモチベーションに続けてるのって質問投げられてなんだろうやっぱ承認欲求かなみたいな、うん、だってそれから承認欲求だってこれ続かなくないみたいな俺が言ったら承認されてないそれを結果そうだよね承認されてないわけだからねお前のもう認めてくれる人いない承認されてないわけだからねそうでね、議題2がね、人生と人生とあまりに落ち込んでねそう、落ち込んでね、真っ暗な画面すごかった、俺本当に落ち込んでる本当に落ち込んでるマジでマジへこみだったドツボだったよ、本当にそう、俺、もうそもそもそのなんで俺配信やってるんだろうっていうところから別に理由もなく配信やるんだったらやってるんだ、やんなくていいじゃんなんで俺スマブラやってるんだろうみたいななんで生きてるんだろう、生きてるんだろうなんで俺東京に来たんだろうみたいな俺本当にこの仕事やりたくてここに来たんだろうすごいんだよ自分の人生について本気で悩み出してなんかみんなもちょっとうすすこれやばいやばい言ってる中、うん、キプト君一人だけもそれ一生滝に行くもう面白がって、ね、もう最高に楽しかったでしょあの時俺もそう寝る前だからベッドの入ってたんだけど、ね、ベッドの中でもう本当に声出して笑ってたあれ30時ぐらいまでやってたもんねあれはね笑うよそう後で動画見て本当に最高に笑った笑うよ面白かった翔子さんリアルタイムで見てないじゃないか本当に悔しかったあれはリアルタイムしたんだけどダメだ伝説の配信だから伝説あれ100人ぐらい見てたんだよあもっと見てたよマックス200人ぐらい見てたそうなんかあれなんかそれで200人行ってなんか今までで最高の視聴者人数だって悲しそうにそうそう人生まで大事に投げちゃったらねそりゃそうでまあそうこっからも伝説なんでまああるんだねそこで翌日だねそう姿消したみたいなキャラが薄いみたいな話になったのか分かんないけどまあちょっと姿を消した後その次の配信が何でしたっけタイトル何でしたっけその時のえ世界最強ハンバーガーがそうなんかちょっとしかもパクってるスマメイトを食すみたいなねで VTuber って言っていいのかなまあそうだねフェイスリグっていうそのね顔認識で動いてくれるアプリみたいなでハンバーガーになってそうじゃなくてかっこいいハンバーガー言わないでそうライトさんがね犬でねそう犬でやってたからそういうのくだりでまあなんか
翌日俺社長に相談したの。そうそうなんだよな。社長になんか辛いっすみたいな。辛いっす。アットホームな職場だな。で会社の人がなんかあれフェイスなんかフェイスリグいいじゃんみたいな。でいろいろ探してたらカタツムリとおばあちゃんとハンバーガーのなんか酸結晶剤みたいな感じになってあなただねあなただね水のものなんでしょ水のものになって1回戦だろ顔ぶれはね顔ぶれ1回戦だろノーシードノーシードそう見事選ばれたのはハンバーガーだったあじゃあ一歩間違えたらカタツムリだったそうおばあちゃんだったかもしれないそうおばあちゃんはでもちょっと苦しいよなっつってキャラ持たないからハンバーガーだったハンバーガーだったら持つもんね持つもんね無理だけいけそうかなもうそう思ったんですなるほどちなみに なんでハンバーガーやめたのやめたいやなんかなんでだったっけなんかアバダンゴにさ割とガチめにしたあそう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 アバダンゴね3日後ぐらいにも言ってた、ね、そうなんか違うと、うん、ライトさんにも同じこと言ってたけど結局プレイヤーとして活動する以上自分の顔を売ってなんぼだからマジレスだどうしてそう着ぐるみに身を隠してやっても意味ねえだろっつって確かにその通りだな論破されんなよ俺すぐ人の意見に流されるから俺そのねそうそうだってハンバーガーも流されてるからね社長に俺はねそういう人間なのやめて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 議題がね巻き起こるとか危ない第2回人生とかでも今ね最近配信見たらさ150人とかさもっと言ってる時もあるよねあるあるあるいやだからなんかだいぶね人来るようになってありがたい話でそういう人で結果もついてきててね試合のまあまあまあそうですね眼輪使ってあんまいないしねないないないそうでハンバーガーよっぽどいいオリジナリティですよねそうそうでオフレポ動画ですよ。そう、フレポさんといえばね。伸びてんだ、やっぱあれ。伸びてる。いやいやいや、伸びてるだろうなってやろう。もう今の一言で。違う違う、俺見てないんだけど、確かに。そう、いやでもあれ、ほんといい動画だよね、マジで。ありがたい。クオリティも高いし。そうそうそう。絶対初心者の人とかね、見たいし。そうそう。まあ、昔からいるけど、その大会行きたいけど、やっぱちょっと怖いみたいな。一人で行くのは怖いとか、どんな雰囲気か分かんなくて、行きづらいみたいな。まあ、あれ見て、ちょっとでもね、会場の雰囲気とか。つかめればね。そう。楽しそうだなって思ってくれたらいいんだけど、ちょっと味を占めてるのか分かんないけどなんかね、時々大会とか行くとなんかカメラ構えたなんかカメラですよ、ボンボンあるじゃん、マイクみたいなボンボンとカメラ構えたすぐ撮ってくるのがちょっと気に食わない気に食わない俺もちょっとしかも、あの、稼ぎるやつ来たみたいなそう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 伸びるやつ来た、伸びるやつ来た俺だから、俺だからっまたいされちゃう、絶対この人そうそうなんだけど、まあでもあれ、あの動画すごいいいと思ういや、ありがとうございます、ありがとうございますそんな感じで、スイノコさんの話すごかったね完全にスイノコ界になってしまった絶対これで終わっちゃいそうだねゲストなんだもんそう、まあ第1回の普通のね、俺交えた時よりもよっぽど俺に焦点当たってるでも、よっぽどあん時よりも焦点当たってる確かにまあ実際言える範囲でぶっちゃけどんぐらいこう我々ぐらいだと稼げてるのかって結構気になる人が